何せ1000個なんで、個人的なこともチームのことも全部含めた上で一つ難しいですけど決めるのは。すごく印象残ってるのは2006年9月27日対ソフトバンク、まあ、勝てば1位通過っていう本当にプレッシャーのかかる試合で、2番手にダルビッシュが投げたんですよ。その時のあのショートから見てるボールがもうそれまでには考えられない、要はダルビッシュ覚醒っていうのを感じた迫力のあるピッチングだったんです。過去に西武ライオンズに松坂投手が入ってきまして、ああいう投手と対戦することはものすごく多かったんですね。こういう迫力のあるピッチャーの後ろで守ってみたいなっていう、こう守り手としてずっと思ってたのが実現する瞬間、やっぱり今の土台になったのがその最初の3年4年間だと思うんですね。いろんな苦労もしてきましたし、その中でまあ、2006年の開幕当時は、まあ、新庄さんもおられましたけど、そんなにあのスタンドがこう湧くようなチームじゃなかったのが、同じ年の9月入ってからはほぼ4万人超えっていうゲームが続きまして、でやっとその4年5年6年っていうところの下地作りですか、そこには仲間になれてたのかなっていう自負もありますし、その中で、まあ、印象のある試合ですね。もちろんプロ野球の世界なんでずっと強いわけでもないしずっと弱いわけでもないけども、そういう紆余曲折繰り返しながら選手もねぐる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 変わっていきますから、その中でも常にファンから親しみの持てる愛される球団チームっていうのが続いていってほしいなと思いますね。I have much twice